あなたを見てるよ。神様。皆さん、おはようございます。つぶら食堂の庄司でございます。まず第一に、僕は誕生日数ヶ月前なんですけど、カメラマンのみっちゃんから、まあ、誕生日祝ったるというふうには言われてたんですよ。昨日突然、LINE で仙台空港に昼12時までに来いというふうな LINE が来まして、本来は行かないんですけど、今日たまたま空いてましたので、何をしようのかなと思って、とりあえずほんまに至ろうと思っています。見えたんやけど、これ分かりますこれ。おはようございます。庄司。これはないやでこれ。お疲れ。ほんならとりあえずついてたいね。とりあえず黙ってついてきたら。はい。いや、おかしい。どうもおかしい。仙台空港に昼までに来い言うてる割にはこれ。完全に岩手向かってるやないか、これ。岩手向かってるね、今。岩手でよかったやんか、ほな。空港。石巻。そう。いや、しかもさ、地のものを食わせ言うてんのに、うん、今日俺の誕生日を祝ってくれる会で当たってます。当たってます。地のものを食わせ。いや、おめでとうや。地のものを食わせ言うてんのに、だいたいもう誕生日自体も何ヶ月過ぎとるもん。牛タン食わせって言うてて、もう通り過ぎたね。牛タンは仙台やね。ね、海鮮食わせ言うて今山の方突きてるわね。今完全に残り143キロもう何も食えへんわけでね。そうどう思てる。いやでもあれやと思うで。ええと思うで。こういうのも当てのないのね。はい、当てのないはいいんですよ。当てのないはいいんですけど、イージューライダー的な感じで。本当か。でもそもそも、ね、祝ってもらう人が文句言うたらあかんと思う。祝ってもらう人が文句言うたらあかんと思うよっていうか、これ主役は僕でいいんですよね。主役はいい。よし、やっと昼飯でございます。店アジアかな。めっちゃいいや。失礼します。すごい裏道長い。奥行きが。よし、とりあえずこうこう。ポークロースのチーズ焼き。飲み物とバナナジュース。はい。いいな。僕はハンバーグナポリとホットココア。9月。でみっちゃんがハンバーグナポリ。唐揚げ定食もあるっていうのもあるんですか。唐揚げないよ。ないですか。あ、ハンバーグナポリでお願いします。ハンバーグナポリ大最高です。これどこ見て唐揚げですか。バナナジュースだと。はい。はい、じゃあ以上で。はい、すいません。はい。唐揚げ定食は。めっちゃうまそうやな。めっちゃうまそうや。よだれ。すごい。あ、すいません。ありがとうございます。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。ちゃうまそう。これにご飯ついてます？いや、ナポリタンにご飯はついてない。はい、大丈夫ですよ。これはご飯ついてるんだ。いや、もちろんこれだからポークなんで、うん。ポークのチーズかけ。ご飯頼むっていいですか？いや、これハンバーグだよ。あ、こんなんいらんから。え、マジで？じゃあ俺も食べていい？半分渡して半分捉えたら僕なくなるじゃないですか。半分。うん。ドボン。はい。ほんでトマトもいらんの違うこれ。これまでいいです。サラダごと？だってこれ取りづらい。どう思ってます？サ
サラダごと牛だ、これ全部になります。でもうまい。いただきます。これすごいな。すごい。チーズ、ポークのチーズんですよ。もう絶対美味しいやんか。なるほど。あの生姜焼きみたいな感じ。あ、やばいやばい。なってて、そこにチーズボン。いや、めっちゃ熱いと思うけど。いただきます。あ、もう一回よこ。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。豚肉、デミグラス、チーズ。オンザチーズ。これめちゃめちゃうまい。グー。ほな、どこに行くか知らんけど、今からまた移動だそうです。兄ちゃん。はいはい。これなかなかやるね。うん。これ知ってる？知ってる、雑誌とあるあの有名な、かの有名な、ここどういうやつとかあるの？そうなんですよ、結構何ヶ月か前からなんやけど、ほとんど取れない。いや、ほとんど電話繋がらない。1年ぐらい取れへんのかなっていう有名やね。たまたま電話繋がって。え、それ普通の部屋で取れた？いや、ね、23番か23号かな。これなんか2つが、そうそう、疑惑のあるというか、そう、座敷わらしが出ると言われている部屋が2つあって、そうそう、そのうちの1つを押さえたと。そう、24号と23号部屋。なるほど。うん。いや、しかもあのここ撮影許可おりひんって結構有名やつ。そうなの、ね、そこも行ったり。そう、撮っていただいて、ね、そう、精神整理ね、精神整理、精神整理。まあ、とりあえずこの整理、うん、このまま整理、うん、行きましょう。さっき定点カメラ仕掛けてるからちょっと暗くしてやってるけど、定点カメラ仕掛けてるからちょっと暗くしてやってるけど、
さっき定点カメラ仕掛けてるからちょっと暗くしてやってるけど、一つだけこのライト光ってんのすごい。どういうことかって言ったらこれなんですよ。片一方のライトだけ光ってんの。はい、じゃあ菅原別館ですね。座敷わらしが出るお部屋ということで、ここね、ちょっと著作権上映せないものがたくさんあるのでモザイクが多くなるかもしれないんですけど、こういう状態ですね。これらはここに泊まられた方が置かれていったものなのかなと言います。こういう感じで皆さん書き置きとかね、自分の名刺とかね、そういったのを至るところに置かれている感じです。会えた方感謝を述べてる手紙とか、まあこんな感じでざっくりいろんなものがあります。ここに関しては、カメラ回る前に男の子の声、男性の声、女の子の声と、この3つをはっきり聞いています。で、先ほど女性の声がしたって言うてこの方角からしたんです。で、一番最初に目が合ったのがこのお人形さんです。この子です。これは直感的にですけど、この辺りから声が聞こえて一番最初に目が合ったのがこの子なので、何か関係があるのかなと勝手に思ったりしてます。で、一旦電気を消して雰囲気がガラッと変わるので、その感じを届けたいなと思います。さっきも言ってたんですけど、これこのおもちゃだけがライト消すでしょ、光ってるんです、ずっと。しかも片方だけで、これ何かっていうと、なんで、これた、どうした、マジで触ってないのに落ちてきましたよ。いや、これです、これです。触ってないのに落ちてきました。これ。あのパトカーの説明でしょ。そう、こうやって撮ってるんですよ。これ。どうなった？いや、わかんないです。もう突然これがガッシャン落ちてきた。これ何かっていうと、なんで？まあこういうなのも。一つアピールかもなんですけど、若干鳥肌、今のは時間が22時55分、まあ11時ですね、2時、まあ僕らでいうゴールデンタイムと呼んでる時刻ぐらいまでは、僕はちょっと起きて頑張ろうかなと思います。なんかいつもの心霊スポットの感じとは違うので、ちょっとこれはこれで楽しみというか、なんかこれこそ本当に出会えればラッキーってやつですよね。座敷わらしさんおられるならぜひ出てきてほしい。岩手県盛岡市にある菅原別館というめちゃめちゃ予約の取れない座敷わらしの出るお宿でございます。なんか突然ミシミシ言ってません？ほら、木鳴りとか部屋鳴りとかじゃなくて、ほら、突然、さっきまでシーンやったでしょ。雨？いや、雨は外側に聞こえてます、別で、後ろです、僕の後ろから聞こえる、真後ろです、うん、ずっと、うん、ほら、すごい鳴ってるでしょ。鳴ってる鳴ってる。まあ現れてくれるのはありがたいことなので、来たらね一緒に遊んであげたいんですけど、撮影条件としてこの風船とかね、なんかそういう小道具は一切 NG というところなので、
来たらなんかお話できればなと思います。こちらね、こんなものもあるんですけど、トリュフ。すげえ、めっちゃ反応してる。え、こまない、みーちゃん。いや、さっきずっと反応なしやったやろ。反応なしやった。この部屋すべて、うん。え、すごないこれ、うん。さっきまで全然。いや、ほんま、さっきまで全く無反応やったやろ。うん、男性の声です。ちょっとね、いつもみたいなトーンではないのは、普通に活動されてる旅館ですので、あんまりこの大きい声を出さないように、ちょっと注意してます。後ろの人形揺れてます、マジ。マジ。画面が。めっちゃ揺れてる。え？揺らいでるっていうか、こう、みーちゃん見えたもん。うねってるみたいな感じです。気持ち悪くなってます。なんか、うねってない。うねってる。画面が揺れてるっていうか。うん、これ、何度も言いますけど、ロックされて固定されてるんで、こいつ自体が揺れるっていうのは、こういうことになりますんで。これ今、あえて揺らしてますから、こういう、揺れてるこれで。揺れてるやろ。ちょっとみーちゃん。うん。なんだかちょっとここ座って映ってみて一回。どんな感じに捉えてんのかな。すごいこう気になる。ここ座ってるのがいいか。僕もちょっとずっと後ろで今インスタライブ見てたんですけど、気持ち悪くなってきました。他に声がする。はい、右上向けてほしい。角にいます。マジっすか。ここってことかな。1回目のインスタライブの時もここって指摘されてましたね。ちょっとここ来てから一つ気になっていることがあって、そいつがおお、すげえ、うわすげえ、そいつがわかります、この子なんです。さ、最初来た時は女の子の声がして、パッと振り向いた時に目あったんがこの子なんですよ。これがそのたまたまなのかどうかはわかんないんですけど、すごいこう来た時からずっとなんか僕の中では気になっているお人形さんの一つがこの子です。すずさん、ポッポちゃん見てください。ピンクの子、最初こっち見てなかった。向き変わってない。マジですか。女の子の向きが変わってる。ポポちゃんって誰ですか。どれですか。その熊の上の子。熊の上の。あ、ちょっと待って、こっち向いてない。うん。怖っ。こっち向いた。口開けたり閉めたりしてる。この子ですか。表情も変わってる。明らかに上に来てる。上に上がってます。この子、いや今バチバチ僕と目が合ってる子なんですけど、そう、目で追ってる感がやばくて、もうめちゃめちゃこっち向いてはるんです。本当だ、口元動いてる。マジですか。庄司さんを横目で見てた。ちょっとずつ出てきてる。え、かなりポポちゃん上がってきてる。マジですか。ポポちゃん手出てきてる言うてる。
タルは。あの、そのポプちゃんのような手が、手が出てきてるようですね。いや、この子ほんまに上がってきてるのか、これ。このピンクの人間なんですけど。ちょっと待って、うわっ。で、鳥肌。多分ね、動いてるっすね。マジか。写真見たら分かると思うんですけど、いや、動いてるっていうか、確実に動いてる。本当だ、口元動いてる。マジですか。庄司さんを横目で見てた。ちょっとずつ出てきてる。え、手持ち撮影します。これ、この子が先ほどからインスタライブの方で言われてるお人形なんですけど、ここ下、下見て、アンパンマン踏んでんの。あ、ほんまやな。これどこに上がるよ。このクマもさ、この状態でこれだけ挟まっててさ、うん、どこに下がるよさ。ほんまやな。これもともと座ってたのを立ったってことなわけない。ちょっと手持ち撮影します。これ、この子が先ほどからちょっとインスタライブの方で言われてる人形なんですけど、ここ、下、下、見て、アンパンマン踏んでる。あ、ほんまやな。これどこに上がるよ。このクマがさ、この状態でこれだけ挟まっててさ、うん、どこに下がるよさ。ほんまやな。今これだけ挟まっててさ、うん、どこに下がるよさ。ほんまやな。今あ、ポポちゃんの帽子びっくりした。どうした。いや、ちょっと 気のせいの可能性あるんで、ちょっとやめておきます。うん、気のせいよ。あ、ポポちゃんの帽子びっくりした。どうした。いや、ちょっと 気のせいの可能性あるんで、ちょっとやめておきます。気のせいよ。そう、今ポポちゃん喋ってないって言うた。この通り、この通り唇動いてます。マジ今肉眼で見ます。マジで。ポポちゃんみんな見てるよ。喋ってる。右喋ってた。ほらやっぱり。ポポちゃんの顔変わる。ポポちゃんの帽子が、帽子つれてるよ。中二神やった。電波悪いですか。あ、こっちじゃなくて、こっちは古いマックス。え、マジで上がってる。また上がった。マジで。いや、さっきからね、めちゃ、あ、
影。ここ。そこ。影が。動いた場所は。この辺り。ここって。さっき。これが。どっからともなく落ちてきた場所。ここって。さっき。これが。さっきこれがどっからともなく落ちてきた場所で、もう一個がこの子、なんか斜めになってない。一番最初に目が合ったのがこのお人形さんです。この子です。ちょっと斜めになってない、この子マジで。すごい。どういうことかって言ったら、これなんですよ。片一方のライトだけ光ってんの。で、これ、さっき。片一方のライトだけ光ってんの。で、これ、さっき。で、これ、さっき。そこに座ってる。え、すごい、これマジで。何かアピールいただけると嬉しいです。また綺麗だ。この子髪の毛が不揃いなんで伸びてんのちゃう。ここのピンク色の。どこから来たの。あの音がまた落ちた。帰らないでください。いや、帰りはしないです。